植木町は、熊本県の北部、鹿本郡にあった町。町内に、西南戦争の最大の激戦地、田原坂がある。また、日本一のスイカの産地として知られる。2010年3月23日、熊本市に編入され、同時に、熊本市の合併特例区となり、全域熊本市北区となっている。熊本市の北隣に隣接しており、熊本市のベッドタウンとなっている。 中心部は大地になっており、その大地を避ける形で町域の西側を JR 鹿児島本線が通る。町中心部を九州の大動脈である国道3号が縦貫し、中心部付近には国道208号との合流点もある。町域の北西から東へ九州自動車道が通り、植木インターチェンジがある。江戸時代初期、武善街道の宿場町として味取り町が栄えたが、 その後、元禄時代になると、三池街道や講師、大津方面との分岐点として味取りの南に、新しい宿場町である味取り新町が開かれ、これが現在の植木町中心部の基礎となる。明治初年には植木学校も開かれ、熊本県の自由民権運動の舞台ともなる。一方で、町西方の田原坂は、西南戦争最大の激戦地となった。 熊本市との合併について2003年の住民投票で熊本市との合併議論が流れた後は単独調整を続けてきたが熊本市の政令指定都市以降への動きや町財政の悪化などにより2007年9月以降一部議員、住民などから熊本市への合併を求める動きが再浮上し町長は熊本市と共同で合併政令市勉強会を設置した この調査結果をもとに2008年1月から住民を対象とした説明会が行われ、3月に開かれた町議会で町長は熊本市との合併研究会を設置することを表明。4月21日に1回目の熊本市植木町合併問題調査研究会が開かれるに至った。第1回目の研究会では、政令市昇格時における区の設置問題や、 市街化調整区域について議論が行われた。研究会は8月まで月1回ペースで開かれ、結果によっては次のステップへと進むとされた。当初、合併反対の立場を取っていた藤井町長だが、2008年9月定例議会で、町長は事実上の合併容認発言を行い、合併への道がが前真実味を帯びてきた。法廷協議会設置を問う。 議会採決では2度否決されたものの、改めてミニを問うということで2008年11月30日に住民投票が実施され、賛成1309票、反対6697票と賛成票が有効投票数の6割を占め、前回と賛成、反対の割合が逆転する結果となった。この結果を受け、熊本市との間で法定合併協議会が設置され、 2008年12月26日には第一回の合併協議会が開催された。なお、2009年2月22日には任期満了に伴う町長選挙が予定されていたが、現職の藤井周一町長以外に届出がなく無投票で再選が決まった。2009年6月28日に城南町とともに合併の是非を問う住民投票を実施し、両町とも 過半数以上の賛成を獲得した。これを受け、7月9日の臨時長議会で、廃置文房案が可決され、さらに9月14日には、熊本県議会で、廃置文房案が可決し、10月16日には、官報告示されたことで合併が正式に決定し、2010年3月23日に、熊本市へ編入された。中学校小学校廃校熊本空港が、最寄りとなる。 高速道路一般国道主要地報道一般県道ありがとうございます。